はい、こんにちは、よい風景です。ですね、今回は、力の杖にして、ここ。まずこれね、爺さんがいっぱいいますけども、こいつ。こいつがね、すごい危険な攻撃を繰り出してくるんで、バーサクにして倒す。ホーリーでやっていくか。一応合成つけてるけども、これはザク戦用のために。で、このアルテロイデっていう敵なんですけど、こちら HP0 にすると、ファイナルアタックで、ものすごい強力な敵に変身してくるんだよね。あと変身前にはサークルとか使ってきたりして、危険です。だから、ファイナルアタック封じで倒す。全部いけるかな。よしよし、こいつはほんと危険な敵だからね。サークルを開幕でやってきたりするんで、ほんとに危険ですね。だから今エレメスの靴、力の強いの組み合わせですね。しかもいっぱいいるってね、こんだけいっぱいいるとなんか1回ぐらいしくじりそうで怖いですね。で、変身してくるときはどうすっかな。動画的にはそれ、お見せした方がいいのかな。破壊靴か。こいつ始末しておこう。破壊靴ってのは、かなり特殊なアイテムで、踊り子装備っていうのかな。リボン装備って言えばいいのかな。リボン装備のアビリティがないと装備できないアイテムの一つですね。混乱に耐性がある、アクセサリーですけど、踊るを使った時に剣の前が出る確率が高くなるというアイテムです。まあ、ただ、ラミアのテアラなんかと併用できないんだよね。まあ、踊る確率が、上がるわけじゃないんで、その二つ付けてもいいんですけど。だからまあ、使わないアイテムかな。エレメスの靴なんかつけた方が絶対強いからね。まあそんなアイテムです。まあほんとここ恋愛アイテム多いんだね。さあ大丈夫かな、うまくいくかな。ここまで今のところ大丈夫だけど、よしよし、いいぞ。まあこれ安定した倒せるけど、動画的には変身後も見せたいんだけど、危険だよな。どうするかな、一回ぐらい見るか。どうするかな。まあいいか。どうでもいいよな。まああんまザコと変わらない時だね、こいつはね。まあ一応レアアイテムを、盗む枠かな。盗むのレア枠で持ってる敵だったかなと思うんだけど、その変身後の敵ですけど。まあ、それは他の入手手段があるんで、まあいいでしょう。よし。とりあえず爺さんを全滅させて、先へ進もう。先に進もうではないか。前回とか、何やってんだと、本当前回の動画とかね、自分で撮ってて、俺は一体何をやってるんだろうって思ったけど。難しいよ、予言は。予言は難しい。予言を使いこなすって意味不明だから。ほんとあれ意味不明。で、アビリティは合成か。まだ合成でいいか。賢者にして、やるか。レインボードレス。まあ、これも赤い靴と変わらないね。閉じ込められてたの。助けてくれてどうもありがとうございます。これよ。ゆり的展開。じゃあセーブしておこう。まあ、城までいいかな。よーし。
まだいくつか宝箱あるんで、回収していこうか。で、次のボスぐらいは倒したいかな。なんとか。この左の方に行くと宝箱があるんで。嫌ですね、嫌ですね。波動弾、風魔シルケン。用心棒。これ人間じゃないか。めっちゃ色黒いっていうか、なんていうか。ま、黒いでいいと思うんだけど。こっちどうしようか。弱点、あ。はい、カットしました。今、賢者がついたけど、選択キャンは威力上がるんかな。うん、上がってるかな。なるほどね。こっちか。はい。マンイーター。これね、これ強いんですよね。これ探検では、最強？最強クラス。うん。まあ、チキンナイフとか入れなければだと思いますけど。まあ、これすごい強いもんで、いいもんなんですけども。この下がですね、例の入り口になってるんですね。イエロードラゴンだ。イエロードラゴン出ましたね。どうするか、何倒すか。せっかくだから、さっきの、あ、待て。竜の牙でやろうか。ドラゴンキャノン。これドラゴンに対して大ダメージじゃないか？使うの初めてだけど。おう。こうなるんだ。稲妻痛いぞ。声張っちゃってか。なんだっけ、郵便屋さんね。超でかい声出すから困ったもんだな。まあ今昼間撮ってっからね。まあしょうがないか。でこれエフェクトがなんかシンプルだな。ガリガリっていう感じ。へえ。こういうエフェクトなんだね。さて、装備変えます。ちょっと待って。アビリティも変えようか。調合にしようか。調合にして、賢者、ラミア、リフレクトリングでいこうか。うん。これ面白いシーンだよな。逃げられないよ。私の死のキスをさっき受けたの。はい。可愛がってあげる。次元城の王、ハリカルナッソス様かな。はい。舌噛みそうな名前ですけど。はい。お、名前呼ばれたぞ。名前を呼ばれました。帳簿使えるのかな？あ、帳簿使えるみたいだな。ヘイストかけておこうか。白いぞ。白いカエルだ。これはいいかもしれんな。まあ何でもいいんだけど、せっかくだから、ここにしようか。あ、しまった。レジストファイヤーしちゃった。間違った。ちょっと待って。お、ディスペルやってくれたぞ。ちょっと待って。あ、これか。潜水。ん？潜水エーテルじゃなかったかな。目薬か。あ、これエレメンタルパワーかかった。んで、いい加減カエル直すか。カエル直します。エレメンタルパワーは属性攻撃威力アップですね。これしばらく使ってなかったから間違えちゃった。こいつはホーリー使ってきたりするんだよね。というわけで、わざわざリフレクトかかけて、リフレクトリングにしたい、してみたんですけど、ホーリーやってこないっすね。まあ、ダメージは大丈夫でしょう。HP もそんなに高くないと思いますけど。
まあ大したことはない敵です。これホーリーで最初からゴリ押しした。おお、来た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 ぞー、威力出るぞー、ドヒャあ、またカエル歩きか、カエルされたか。そっかもうもういいんだよそういうのさ。乙女が気に入ります。ん、あ、磁場展開は良くない、磁場展開は良くないけども、もうそろそろ倒せるだろう。さすがにダメージ出るな、クリティカルとか嫌だな。倒せないね。あ、いかんいかん。回復するか。エーテルポーション。エクスポーション。チェンジするか。おとなしここは。もっとガンガンホーリー使ってきたら面白かったのかな。さすがにあれか、普通の攻略の時にあのガンガン放れて助かれば困っちゃうもんな、プレイヤーの。さすがにこれあんな放れとか食らったらあの攻略できないから、リフレクトリングは必須かもしれない、一人旅の時は。はい、まあそんな感じでした。うん、ちょっとまだ時間ありますね。ちょっと一旦戻ってセーブして、帰ってこよう。はい、戻ってきました。もう一体ボスがこの次元城にはいるんで、そいつを倒して動画切りたいと思います。ここまでだ。この先の無の封じられた空間には行かせん。で、今装備なんですけど、賢者の杖、あとなんだっけ、リフレクトリングね、今つけてます。で、こいつは正属性の攻撃に弱いんですけど、で、魔法に対する反撃で、メカフレアを使ってきます。で、もっと強いギガフレアというのを使ってくるんですけども、ギガフレアを使うには準備がいるようで、なんだろう、形態を変えてくるんだよね。うん、まあ、それかなり重要な情報ですね。で、こいつレアアイテム持ってるんで何度も倒すことになると思います。で、通常時とその準備してる、ギガフレア準備時っていうのかな。は、別のものをドロップするんだよね。パラメータが実は違ってて。だけども欲しいのはこれ通常時なんで、なんとかそれで入手したいっていう感じですけど。まあ倒すのはたやすいね、こいつはね。ハモリたちがダメージでかいだろうけど、あれはでかくないな。もっと強力なイメージだったけど。あー、ホーリー連続までしてきたけど全然余裕ですね。はい、倒しました。まあ余裕でしたな。で、落とすかな、落とさないか。あ、出て出た。いや、割とあっさり出てくれたもんだな。はい、ティンカーベル落としました。これはね、チキンナイフに匹敵するレベルの、最強の武器のうちの一つですね。で、実は、ムラサメという刀がありますけど、それもドロップするかな？ドロップする確率、可能性がある。まあ、モードチェンジ以降っていうか、ティンカーベル落としましたね。だけどね、これね、ティンカーベルってね、これめちゃくちゃに強力なんだけど、装備できないんだよね、これね。妖精の名前が付けられた幻のベル、攻略 OK。これは本当に強い。
じゃあもう今回ここで切りますか。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。